16日中日は1回、西一塁から福永、細川の連続本塁打で3点を先行。しかし、中日打線は2回以降1安打とチャンスらしいチャンスもなく、追加点を挙げられなかったこともあって逆転負けを喫した。中日スポーツ評論家の吉見和樹さんは、もっと打席で投手心理を考えてほしい。ただ来た球を打つのではなく、何を投げてくるだろうと考えて狙い球を絞ればチャンスも増えてくると思う。そう語った。すっかり打ち取られ、序盤で気が緩んじゃったかな。1点やってもいい守備体勢で1点やって、取り返せる、まだ2点差ある、敵並みのほど分かってない采配だから。ドラゴンズはいつも、ベストメンバーで戦っていない。選手は他にもいるのに出してもらえない。応援してて虚しい、雨でノーゲームになればよかったのにと思った。これ以上、負けていくドラゴンズを見たくない。早々に先発を下ろして反撃を待った高津監督。試合の流れを無視して先発の交代機を見誤った立浪監督。監督の判断力の差が勝負を分けた試合だった。先制すると満足したかのように打たなくなるドラゴンズ。連打されても四球を与えても引っ張り、同点になってようやく継投。吉見さんの言うことはもっともなこと。全ては守備のテンポが悪いことで、攻撃のリズムが生まれないことが原因。あれがプロのプレーかという選手が多すぎる。一番甘い球を見逃し、ボール球や難しい球に手を出す。ドラゴンズは初球に手を出して凡打すると、球数も稼がない、淡白すぎる。かたくなに初球は打たないからね。ドラゴンズのバッターは何も考えていないのでしょうね。一回に打たれれば、相手投手は攻め方を変える。それさえも理解できていない。吉見さんが考えてるようなことを普段から考えてたら、その日暮らしの猫の目打線になってないよ。早く終わって次の監督に期待します。ドラゴンズのバッターはファールで粘れないんだよね。岡林とかロドリゲスとか、相手チームが喜ぶ選手出してどうする？